こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとこまです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、ということで、この動画はね、いつもと違う始まり方をしているんですが、何かというと、これをね、見てもらったら早いんですけど、見えますかね、レッドコーンワン、サップリンクス、ジャパンプロウィークエンド、記念プレゼントご当選おめでとうございますということで、これインスタグラムで共有したことあるんですけど、サップリンクスさんって今の湯浅さんとかエリザベスさんが契約してるところになるのかな、レッドコーンワンの契約してるんですけど、そこのサプリを扱ってるのが、このサプリンクスさんってところなんですよね。で、そこの、記念プレゼントっていうことで、カイグリーンの直筆サイン入りのシェイカーとサプリメント、トータルウォーっていうプレワーカードのサプリがあるんだけど、それをプレゼントします、1名様にプレゼントしますっていうのがあったんですよね。まさか、当たるということで、こういう検証が当たるのは本当にコロコロコミックぶりなんですけど、めちゃくちゃ嬉しいですということで、動画にしてます。こんな感じになってて、青い感じのね、シェーカーでめちゃくちゃかっこいいです。めっちゃかっこいいシェーカーで、ここにレッドコーンワンって書いてあるんですけど、こう回していきますとですよ。もう見えますかね、皆さん。はい、ドンということで、カイグリーンと、書いてあるんじゃないでしょうか。多分書いてあると思います。書いてなかったらね、それはそれで大問題なわけですけれども、こちらカイグリーンの直筆サイン入りの、まずシェーカー。いただきました。もうこれはね、飾っときます。シェーカーで言うと、これサイン入りは2つ目で、これね、ギャスパリニュートリションさんのシェーカー、これ前ね、もらったんですけど、ミスオリンピア、テンタイムスチャンピオン、アイリス・カイルと、山岸さんの、サイン入りのね、シェーカーも持ってます。これは当選とかで当たったんじゃなくて、ボディカフェでたまにやってるやつで、いくら以上買ったら、このサイン入りシェーカーあげるよみたいなやつがあって、その時に買ってですね、いただきましたということで、サイン入りのシェーカーがね、2つになりました。こちらももちろん使えません。ずっとね、置いて宝物にしようかなと、飾っておこうかなと思うんだけど、これをね、いただきました。で、あと、サプリね。こちら、トータルウォーっていうプレワーカートサプリで、味がね、タイガーズブラッドっていう日本未発売のね、そもそも味ということで、それはそれで非常に楽しみなんだけど、こちらでございますね。こちらも、多分カイグリーンと書いてあるんじゃなかろうかということで、ケニー・オメガっていうプロレスラーがいるんですけど、その人も所属してるってことで、その人の名前も書いてあったから、ワンチャンこっちはね、そのケニー・オメガなんじゃねえかって思ったんですが、カイグリーンなのかな、どうなんでしょうか。直筆のね、こちらもサイン入りの、プレワーカートサプリをいただきました。ただ一応ね、こちらに関しては飲まないわけにはいかないということで、明日からのトレーニングでね、ぜひこちらも飲んで、その感想なんかもね、またインスタグラムとかで共有できればなと思いますが、こちらと、だからこれだね、このシェーカー、この2つをですね、いただきました。まさかね、本当に当たると思わなかったから、めちゃくちゃ嬉しい。今もエリザベスさんのサイン入りのやつかな、もらえるみたいなんで、興味ある方はぜひね、応募してもらえればと思います。以上、ハトクマのね、最近あっためちゃくちゃ嬉しい出来事、共有でございました。本編どうぞご覧ください。ということで、今日ですね、チェコのプラハプロっていう大会が終わって、男子は全カテゴリーね、メンズフィジーク、クラシックフィジーク、ボディビル212オープン、やりまして、そこの結果の話をしていきたいと思うんだけど、ぜひね、皆さんの感想なんか、この大会のあればコメント欄書いてもらえればと思うんですが、メンズフィジークまず勝ったのがネメス・バリントっていう選手で、この人は山本ニュートリションカップっていうブランド・ヘンデルクソンが今年出て優勝した大会があるんだけど、そこで3位かなを取っていた選手で、肩幅が広くてね、肩も丸っこくて、胸もね、しっかりバランスが取れている。ザ・メンズフィジークみたいな体型の選手かなと思います。足とか見てもね、メンズフィジーク選手っぽい感じがするんじゃないでしょうか。腹筋は左右非対称な感じで、ただウエストが細くてね、肩幅広いので逆三角形っていうのも目立ってくる。で、前から見た時の背中の広がり、厚さっていうのも、しっかりと見せれるようなポージングを取っていて、顔もかっこいいしね、めっちゃいいんじゃないでしょうかって思いました。で、クラシックフィジーク。クラシックフィジークに関しては、特にこの人やばいなっていう選手はいなかったんだけど、左から2番目のルーベン・ロペスっていう選手が優勝してオリンピアを決めました。この人がね、一番バランスが整ってたのかなって感じですね。足とか腕とか、上半身の逆三角形の感じだったりとか、他の選手ってところが、この腕が細かったりとか、足はいいけどね、腕が細いとか、ウエストがちょっと太くて、ウエストのライン、プロポーションっていうところが少しとかね。そんなところで、一番バランスが取れてたっていうところで、優勝したのかなっていう感じですね。はい、それがクラシックフィジークでございました。で、
こっからですよ。こっからが本当にあの有名な選手がいっぱい出たカテゴリーになってますが、まずボディービル212。ここには今年ミスターオリンピアで6位に入ったアフマド・アシュカナニ、そして2020年のミスターオリンピアで6位に入っていたオレ・クリビっていう選手が出てました。やっぱ予想通りこの2人がね、トップ1-2争いをしていたんだけど、まあ、これね、結構賛否両論です。ここがね、一番個人的にはコメント書いてほしいんですけど、まあ、どっちが勝ってたかね。まあ、左のアフマド・アシュカナニが勝ったんですけど、オレ・クリビの方が、こうパリッと仕上がってるような感じはするし、筋肉一つ一つの丸さだったりとか、デカさっていうのは目立ってたのかなっていう気はしたんですよね。ただそのアフマド・アシュカナニの方が、ウエストの細さからの背中の広がりだったりとか、ポーズポーズのこう滑らかな動きっていうのはあったかなっていう気はするんですよ。オリクリビーっていう選手はちょっとこうポージングの移行がさ、硬いっていうか、ガチガチガチっとロボットみたいに動いてる感じがして、その辺のぎこちなさっていうのは、アフマド・アシュカナニと比べると、まあ、見えていたので、まあ、そこはね、左のアフマドの方がいいのかなって思うんだけど、ただまあ、全体的な筋肉量だったりとか、絞りっていうのが、このオレ・クリビーの方がよく見えたから、なんでオレ・クリビーが優勝してないんだっていう声は出てます。この辺ね、どうかっていうところね。アフマド・アシュカナニはさ、すごいこう、ウエストが細くて、背中がぐわっと広がるから、そういったところはよく見えるとは思うんですけど、まあ、個人的にも、今回の戦いはどうだろう、オレ・クリビーの方が、足のストリエーションとか、まあ、見ていってもね、こう、アフマド・アシュカナニあんまり入ってないし、まあ、良かったんじゃないかなっていう気はね、こっから見るとするんですけど、ただま、ジャッジがね、斜め下から見たりしたらまた変わると思うから、まあ、その辺はね、ジャッジが全てということで、まあ、今回はアフマド・アシュカナニが優勝してオリンピア決めてます。一応予定で彼はね、この後のルーマニアマッスルフェスタ、来週行われる大会にも出る予定なんですが、どうだろうね。オリンピア決めてるからスキップしてもいいとは思うんですけど、オフ迎えてもいいとは思うんですけど、まあ、そこ出てくるのかどうなのか、注目したいなとは思います。あとはまあ、オイルですかね。オリクリビーと違って、こう、オイルの塗りが、まあ、落ちてしまったのか足らなかったのかっていうところがあると思うので、まあ、この辺でね、また見栄えは大きく変わると思いますから、もしルマニアマッスルフェスタ出るのであれば、そこね、注目していきたいと思います。てなわけで最後はね、オープンボディービルになるんだけど、トップ5からまず紹介していきたいと思います。5位だったのが一番右のローリー・ヴィンクラー。4位だったのが右から2番目、ネイサン・デ・アシャ。3位だったのが、左から3番目、今変わろうとしているリーガン・グライムス。2位だったのが右から3番目、ブラジルのラファエル・プランダオ。そして優勝したのが左から3番目、今ちょうどリーガンと変わったサムソン・ダウダでございます。サムソン・ダウダがね、ついに優勝して来年のオリンピアを決めました。オリンピア初登場になるのかな？まあ、サムソン・ダウダは今年ね、いろんな大会に出ていて、準優勝したりとか、かなり、いい順位を取っていたんですが、なかなか優勝できずというところでね、まあ、今回ローリーとか、姉さんとか、リーガン・グライムス、特に、姉さんとリーガン・グライムスに関しては大会も優勝している選手だから、そこを倒して、オリンピアを決めたということで、来年がめちゃくちゃ楽しみ。あとはまあ、ラファエル・ブランダオですね、久々の大会、1年ぶりくらいかな、の大会で、かなり、体変わったんじゃないでしょうか。サイズっていうのは、まあ、例えばこれがね、最後に出た大会との比較なんですけど、こう、パッと見だけすると腕の太さとかそんなに変わってないと思うんですが、絞りっていうところが今年の方がかなり進んでると思うんですよね。かなり調子いいと思うんですよ。今回のこの大会でも、まあ、本当絞りだけだったら、まあ、上位、優勝レベルの、ところだったとは思います。なので、まあ、本当に筋肉量っていうところも増えてきてると思う。去年よりも、絞ってきてね、サイズが同じぐらいに見えるってことだから増えてると思うので、まあ、ここから先がね、楽しみだなって思います。で、まあ、サムソン・ダウダとかリーガン・グライムスに関しては、山岸さん教えてるミロシコーチがね、ずっと教えてまして、リーガン・グライムスとかは最近、まあ、サムソンも最近なんだけどね、教えてまして、クライアントが2人ね、オリンピア出るということで、これまためでたい話じゃないでしょうか。まあ、こっから今月はね、ローガン・フランクリンもクラシックフィジークだけど出るから、まあ、そこで優勝すれば3人目になるし、山岸さんがまたね、来年復活するということであれば、で、まあ、オリンピア決めれば、ミロシコーチ大忙しというところになると思いますが、っていうところもございます。で、まあ、5位のローリー・ヴィンクラー、彼に関しては、やっぱり今年のオリンピアぐらいからサイズは戻ったと思うんだけど、コンディション、特にお腹だったりとか、ハムケツっていうところが甘いなっていうところをね、ずっと感じてるんですが、この大会でもそれが出てしまっていたかなとは思います。腕の太さだったりとか、モストマスキュラーした時の、まあこう、筋肉量のさ、迫力だったりとか、そういったところはやっぱり誰よりもすごいと思うんだよ。でかいし、かっけーってなるんだけど、まあお腹、ハムケツ、ここが非常に甘く見えるなっていう気はしてしまったので、まあ来年ね、どう変わってくるか。まあ今年の序盤の方は、サイズが縮んでしまって、コンディション今よりもいいと思うんだけど、
縮んでしまって、あれどうしたんだろうっていうところがあって。まあなかなかそのコロナ回復後にね、いつものローリーウィンクラーっていうのが見れてないんですが、まあ2022年、期待したいというところでございます。で、4位だったネイサン・ダッシャーに関しては、まあコンテスト続きのね、疲れが出てるのかなっていう感じで、筋肉の張りだったりとか、その辺が少し縮んだってわけじゃないんですけど、まあコンディションも他の3選手と比べると甘く見えたりとか、元気のなさっていうのが少し伺えました。一応ネイサン・ダッシャーに関しては、まあ今シーズン最後の大会ということで、まあ来年に向けてまたオフを取ると思うんですよね。で、まあ今年はコロナのところで海外行けなかったりとかさ、まあ他の問題のところで彼の場合は行けなかったりとかっていうところがあったので、まあ来年はね、オリンピア決めてますからまた出てきてもらえれば、トップ10に入ってくるだけの実力者だと思うので、そっちね、期待したいなと思ってます。で、まあ3位のね、リーガン・グライムスと、まあ優勝したサムソン・ダウダとかに関しては、ちょっと前の大会の方がね、コンディション良かったかなって思います。ハムとか見てももっとパリッと仕上がってたところがあったりとか、サムソン・ダウダはね、下っ腹のところが今回は少し甘くは感じましたが、まあそういう意味ではだから、ラファエル・ブランダオがね、一番いいコンディションを持ってきたと思うんだけど、まだサイズのところで、まあ優勝したサムソンとかと比べると、筋肉の丸っこさだったりとか、まあそういったところを含めて、足らないところを、サイズ差負けしてしまったのかなって気がしてます。ということで、まあ、今回の大会はですね、チェコで行われたプラハプロでございました。こちらの結果を、共有させていただきました。ぜひね、この大会の結果とか、他にもこの人ね、すごいよとか、言う人いたらコメント欄にどんどん書いてもらえればと思います。次はね、今週末忙しいね、ルーマニアマッスルフェスタ、オリンピアマチュアジャパンプロ、ということなので、またあの日本の方の大会のアップデートも順次していきたいと思います。ということで、今日の動画はここで終わりです。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリック、ぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムもやっているので、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャ。